どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて今回はイチゴを育てていたんだけど、一株だけイチゴの花が全然出なくて実の収穫ができなかった、これって一体なんでなの、これから5月とか6月にまだ花が咲く可能性ってあるのっていうふうに悩んでいる方向けの動画です。花が出なかった原因を説明したりとか、じゃあこれからどうしたらいいのかという話をしたいと思います。家庭菜園でイチゴを育てていて、そうそうそういう悩みがあるんだっていう方はね、ぜひ最後までご覧ください。で今回の説明の大前提なんですが、イチゴっていうのは一季なりと四季なりっていう2つのタイプがあります。で今回の話はこの一季なりというタイプの品種についての話です。この一季なりっていうのはとちおとめとか秋姫、紅ほっぺとか、まあ、この、まあ、よくある品種ですね。でこの四季なりっていうのは家庭菜園向けだとサマーベリーとか甘心地とか、まあ、そういった品種でして、四季なりの場合はこの品種のラベルに四季なりみたいなことが書いてありますので、そういうのが書いてない品種とかスーパーでよく見る品種っていうのはもう大体この一季なりです。今回はこの一季なりについての話です。四季なりはちょっと話がまた違ってきますので、今回は四季なりだけ育てているという方はちょっと話が違いますという点をね、あらかじめご了承ください。はい、ではまずは花ができない理由について説明していきたいと思います。花ができない理由なんですが、もしも育てている株が10株あって10株全部が花が咲いてなかったっていう場合には、何かしらね、その環境の問題とかかなと思うんですが、10株育てていてそのうち8株は花が咲いて実が取れたけど2株だけ花を咲かせなかったっていう場合、その場合はズバリ個体差っていう可能性が高いです。個体差っていうのはイチゴは同じ品種だとしてもやはり一株一株なんか微妙に違うんですね。個性があるんです。まあ、それが関係して花ができなかったということです。例えば私が学生時代にイチゴのいろんな比較の試験っていうのをやりました。論文を書くためにいろんな実験をやるんですね。でその時っていうのは、例えば10株育てて、この A っていう条件、この B っていう条件、この C っていう条件っていう風に10株ぐらいは育てて、そこからね優位差検定みたいなそういったことをやるんですよ。それで単純に平均値で比較するんじゃなくて優位差検定っていうね、優位差があるのかっていうのをやらなきゃいけないんですけど、ちょっとその話は置いておいて、とにかく1株だけ育てるとか3株だけ育てるとかではなくて少なくとも10株ぐらいはやるんですね。で本来はそれかける3反復といって、10株って別々の場所で育てて30株ぐらいの比較とかをやるんですが、何が言いたいのかというと、まあそれぐらい、ある程度の数栽培をして、まあ平均値を取るというかね、まあ平均値を取るみたいなことをやらないと正確なデータっていうのは取れないんですよ。でその理由っていうのはやっぱり個体差があるからなんですね。まあ、特にイチゴは種から育てる野菜ではなくて苗から育てる野菜なので、このランナーっていうのをね使って苗を作ってそこから育てていくので、どうしても種から育てるものよりも差が大きくなっちゃうんですね。なのである程度の数育てないと正確なデータが出ない。例えばねこの10株育てていたとしても収穫量を比較すると一番多い株と一番少ない株で結構ね差が出るんですよ。商業的な栽培だと何万株も育てるんですが、一軒の農家でね。そうするともう半年間一回も花を咲かせない株が出てきたりします。まあそれぐらいね、差が大きい植物だっていうことをまず理解してください。なので家庭菜園の時って、まあ、もちろん何万株も育てないですよね。
本当に少ない人って1株しか育てないとか、まあ、2株しか育てないっていうことがあると思います。そうするとたまたまその1株とか2株が花が出にくい株だったっていう可能性も大いにあり得るんですよ。なので、まあ、ちょうどねその1株だけ育ててた2株だけ育てていた人がうまく育たないとか枯れてしまったとか花が咲かなかったからといって何かその人に責任があるわけではなくてたまたまそういう株に当たってしまっただけっていう可能性もあります。で、今度はもうちょっと多く育てていて例えば30株ぐらい育てている人で、まあ、大体花が咲いて実がなったんだけどなんかここにある3株だけは全然花が咲かなかったんだよなっていうこともねあると思います。それもねやっぱりたまたまそういう株だったっていう可能性が大きいです。で、イチゴっていうのは一つの品種の場合遺伝子は全部一緒なんですよ。 DNA はねもう全部共通です。クローンです。なので違いが出るのっておかしいんじゃないと思うかもしれないんですがその苗の生育の違いっていうのはやっぱりあるんですね。そのランナーっていうものから苗を作るのでその一番最初のスタートラインのそのランナーの大きさ自体も違いますしそこから株が成長していく段階の土の違いとか肥料の違いとか日当たりの違いとか病気とか害虫の発生具合とかそういったものの積み重ねで意外とね大きくなった時っていうのは株ごとに、違いが生まれてます。その違いが花ができるのかどうかにつながるっていうことがあります。あとはもっと細かい話をするとウイルスに感染しているのかどうかっていうものも違いとして現れてきまして例えばアブラムシですとかそういった虫を媒介してイチゴっていうのはウイルスに感染します。ただしそのウイルスの数が少なかったりとか種類が少ない場合には大きな生育の違いとしては出てきません。で、これが複数のウイルスに感染したりとか被害がどんどん大きくなっていくとウイルス病って言われている症状を出すようになります。で、それからそのウイルス病っていう症状が出ないにしても普通のこういう株っていうのは何らかのウイルスに感染していることが多いです。それからウイルスだけではなくて炭疽病とか硫黄病とか疫病とかそういった病気に感染しているけれどもまだ発病していないっていう可能性もあったりします。こんな感じにこう元気に見えている植物であったりしてもなんか実は持病を抱えているというかこう人間の目には見えないんだけど体内にいろんなウイルスがいるとか病原菌がいるみたいなものがこう株ごとにそのかかっている病気の種類が違うとかその感染の深刻さが違うみたいなこともあったりします。で、こういうね病気とかウイルスに感染しているものも生育の違いとして現れてきますので間接的に花の発生にも関与してきます。じゃあこの個体差が原因でたまたまそれが発生しなかったっていう場合どうしたらいいのかなんですがまあねちょっと諦めるっていうのが正直妥当な方法かなと思ってまして、まあ、やっぱねどうしてもその個体差ね出ちゃうのでそれをどうにかするっていうのは結構ね難しいんですよ。もうたまたまそういう株だったっていうふうに諦めてしまうしかないかなと思います。で、本当に突き詰めて考えたらじゃあその差に合わせてその出なかった植物にはその出なかった株向けの何かしらの対処をすれば出るようになるかもしれないんですがそこまで考えるのって結構大変ですしそれをやったら今度は今まで花を咲いていた株が出なくなるっていうことも考えられたりするので、まあ、やっぱりたくさん育てていてちょっとだけ出なかったとしたらもうそれはもうそういうもんだっていうふうに諦めてしまうのがいいのかなと思います。で、それからたくさん育てていてもう全部が花が出ないみたいな場合にはもうなんかそれは育て方にさすがに原因があるなと思いますので育て方をもう大きく変えた方がいいです。それから1株とか2株だけ育てていて花が出なかった場合なんですが、まあ、これがねちょっと難しくてもうたまたまそういう株だったもうあなたの栽培には何にも問題がなくてたまたまそういう株だったっていうことも考えられますしやっぱりねその栽培自体がちょっとおかしくて
それが原因で本来で花を作れる株だったのに出なかったっていう可能性と、まあ両方考えられるんですが、なので、まあできるだけね、花が出やすくなるような栽培をして、まあそれでもダメだったらちょっと諦めるぐらいで考えていただきたいなと思います。家庭菜園って育てる株数が本当に少ないので、逆に商業的な大規模な農園よりも難しいと思ってまして、商業的に何万株も育てている人って、まあ別に10株ぐらい枯れたとしても、10株ぐらい花を全く出さなかったとしても、残りの数万株がちゃんと花を咲かせて収穫できていれば、平均値で見たらもう全然問題ないので、多少ね、変な株があっても気にしないんですが、1株とか2株しか育ててないと、これで何か起きたらもうとんでもないことなので、家庭菜園って意外とね、そういう意味では難易度としては高いなと思ってます。はい、今までの説明で、まあ個体差だったらもうしょうがないですよという話で、まあ個体差ではなかったとしたら、何かしらね、栽培上の問題があって、花が出なかったんじゃないですかという話をしたんですが、じゃあこの栽培上の問題って一体何なのかという話をこれからしていきます。次に考えられる原因としては、今花が出ていない株があったとしたら、今から1ヶ月ぐらい前の温度が高すぎたんじゃないかと、まあ、こういう可能性も考えられます。そもそもイチゴの花が出てくるのかどうかっていうのは、いくつかの要因が関与してます。例えば温度、それから日の長さ、株の栄養状態、特に窒素の含有量、それから株の年齢、葉齢というふうに言います。葉齢は葉っぱの年齢の齢ですね。それから先ほども言った個体差、それも影響してきます。でこのあたりが複雑に絡み合って、ある一定の条件になった時には花が出てくる、ある一定の条件では花が出てこないというふうになります。今この動画を撮影しているのは5月中旬です。で5月中旬に花がぴょこんとこの株の根元から出てきたという場合には、この花がイチゴの体内で誕生したのはだいたい1ヶ月ぐらい前です。4月中旬ぐらいです。なのでこのイチゴの花っていうのは、赤ちゃんとして発生してからこうおぎゃおぎゃと生まれてくるまでに1ヶ月ぐらいの期間が必要なんです。でこの1ヶ月間は人間の目には見えないんですね。なので5月中旬に出てきた花っていうのは4月中旬に発生してます。でこの1ヶ月間我々は気がつかないということです。ですので今花が出てこなかったとしたら、その出てくる出てこないっていうのの決定は1ヶ月ぐらい前にはもう終わってるんですね。なので4月下旬とか、5月上旬とか、そのあたりの、栽培管理っていうのはもう影響しません。ここに1ヶ月ぐらいの時間差があるので、すごく分かりにくいことになってます。先ほど花ができるのかどうかに影響するものとして、温度とか日照時間とか株の中の窒素の含有量とかっていう話をしたんですが、特に影響が大きいのが温度です。この温度がいきなり性の品種の場合には、低い温度帯の方が花ができやすいです。例えば平均温度が30度以上になりますと、いきなり性の品種は花を作れません。で逆に平均温度が15度ぐらいですと花を作れます。でこれは温度だけでは決まらずに、先ほど言ったように日照時間とか株の年齢とか株の中の窒素の含有量とか、そういったものも影響してきます。でそれから先ほどから私は日照時間という日の長さの時間というのをずっと繰り返し言ってるんですが、これを日照時間と勘違いされている方が多いので、この点はお気をつけください。日照時間っていうのは、晴れている時間帯とか太陽光が当たっている時間帯のことです。それではなくて、私が言っている日照時間っていうのは植物が明るさを感じている時間の長さのことです。なので晴れの日が多いとか、曇りの日雨の日とか、そういう天気は一切関係なくて、日の出時刻と日没時刻、これが影響します。なので要するに天気は関係なくて季節が関係するという意味です。
それから、もちろんですね、後でさらに詳しく説明しますが、品種もここに関わってきます。いきなり性というタイプの話ですというふうに言ったんですが、このいきなり性のタイプの中にもいろんな品種がありまして、それぞれ品種によって花の出来やすさというのが変わってきまして、それは具体的にじゃあ何が違うのかというと、この温度とか日照時間とか窒素の含有量とかが違うから、結果として花の出来やすさが違ってくるという話です。それについてはまた後で説明します。はい、今ねちょっと話がややこしくなってきたんですが、もう一回話を戻しますと、温度とか日照時間とか、そういったものがいろいろ関係するけれども、温度の影響が大きいよと言いました。で、温度が高すぎると花ができないんですよっていう話をしました。なので、ピンポイントで話をしますと、要するに今花が出ていないとしたら、1ヶ月前の温度が高すぎたことが原因で出ないんですよっていう話です。もしも1ヶ月ぐらい前に温度を低く保つことができていたとしたら、かなり花芽分化しやすい条件が作れていましたので、その時の1ヶ月後の今花が出ているはずということです。で、これは言い換えると、今私がここで何かやったとしても、来週とか再来週とか3週間後に何か変化があるってことはないんですね。今何か私がこの株に処理をしたとしても、その結果が現れるのは少なくとも1ヶ月はかかるということになります。なので、今私が何かやってね、来週再来週花が出てきたとしても、あ、やった、私がやったことが効果があったっていうふうに考えるのは間違いです。今日ね何かやったとしても、それよりも1週間前2週間前3週間前のことが影響して、来週再来週とかに花が出てきます。はい、それから次の原因は、2ヶ月ぐらい前から1ヶ月半ぐらい前までの肥料が多すぎたという可能性です。先ほど花が出てくる、それに関係するものとして、株の中の窒素の含有量が影響するよという話をしました。その株の中の窒素の含有量っていうのは、与えている肥料が大きく影響します。なので簡単に言うと、肥料を上げすぎると植物の中の窒素の含有量が多くなって花ができにくくなってしまうので、結果として花が出てこないと、そういったことにつながっていきます。で、それから、大体家庭菜園でイチゴを育てている方は固形肥料を与えている方が多いと思います。で、この固形肥料っていうのは、与えたその日のうちにすぐにイチゴに吸収されるものではなくて、少しずつね、溶けていって分解されていって吸収されてっていう感じで、効果が出るまでに数週間かかるものが多いです。なので花ができるのかどうかっていうのは、今から1ヶ月前なんですが、1ヶ月前に与えた肥料っていうのは、そこから効き始めるまでにちょっと時間差がかかるので、実際には1ヶ月半ぐらい前に与えた肥料とか、もしじわじわ溶けるタイプの肥料を与えているとしたら、さらに前の2ヶ月ぐらい前に与えた肥料とか、そういったものが、溶け出して効くようになった1ヶ月前に効きすぎてしまって花ができにくくなったっていう可能性が考えられます。で、ただ注意点として、あ、じゃあ肥料をとにかく減らせれば花ができやすくなっていいんだなっていうふうに考えちゃう人も多いと思うんですが、いちごの実の大きさ、それから収穫量、花の数っていうのは肥料が多いほど多くなるんですね。なので本当に肥料を全然上げないようにしてしまうと、確かに花は出てくるかもしれないんですが、花の数が少ない、花が小さいっていうことになって、できる実も小さい、できる実の数も少ないみたいな感じになっちゃいます。なのでこのバランス取りがすごく難しくて、上げすぎると花が出なくなっちゃうし、少なすぎると小さくなってしまうので、そのギリギリのラインを狙うといいんですが、これはね、先ほども説明した通り、肥料の量だけでは決まらないので、温度ですとか日の長さですとか葉っぱの年齢とかね、そういったものもいろいろここに影響してきます。はい、それから次に影響するものとして品種があります。先ほども少し説明しましたが、やっぱり品種によって花の出来やすさというものが違ってきます。もともとこの花の出来やすさっていうのは早晩性っていう、早いか晩かの性質でね、和世とか奥手とか、そういうね、そういう言葉でよく表現されてきました。で、ただこれのちょっとややこしいところっていうのは、これは和世品種ですとか極和世品種ですっていうのをねよく言うんですけれども、それはあくまでも商業的な農家の人にとってなので、
商業的な農家の人って、まあ冬からね、収穫するんですよ。12月とか、早い人だと11月とか収穫しますので、ちょっとね、春に収穫する家庭菜園の人にとっては、ちょっとね、当てはまらない部分もあるんですが、まあ大体花の出来やすさと相番性っていうのは関係してきますので、和製品種とか極和製品種って言われているものの方が花ができやすくて、このちょっと遅い時期にも花ができやすいと思います。で、この和製性っていうのは収穫量とも関係性が深いので、収穫量が多い品種の方がより花ができやすくて、この春の終わりの時期の花の出来やすさにも関係してきます。ですので、この5月とか6月まで収穫をしたい、花が出てほしいっていう人は、和製品種と奥手品種があったとしたら和製品種の方が向いてます。で、それから収穫量が多い品種と少ない品種だったとしたら多い品種の方が向いてます。花が出やすくなります。はい、それからですね、よくいただく質問として、じゃあ今から花を出させようと思ったらできることは何ですかという話があります。で、これはですね、5月中旬になってしまうともうほとんどないんですね。そうなんです。さっきも言ったんですけど、まあ、やっぱり1ヶ月ぐらい時間差が必要ですので、5月中旬とか、まあ、5月下旬とかに何かをやったとしても、その結果が出るのって6月下旬とかなんですよ。花が出てくるのかどうかね。で、そこから収穫ってなると今度7月中旬とか7月下旬とかにならないとできないので、まあ正直ね、この5月下旬ぐらいの気候で、何かやるっていうのはもうちょっと諦めた方がいいです。ただ北海道に住んでる人とか、そういう人は話が別です。まあ関東より南の人ですね、もうそういう人は、今シーズンは今から何かするっていうのは諦めましょう。ただね、さっきも言ったんですけど、1ヶ月の時間差がありますので、今花が出ていなかったとしても、これから出ないとは限らないです。それからよくいただく質問として、花が全然出ない株がありました、この株からランナーって取ってもいいんですかっていう質問をいただきます。これがね、結構難しい問題でして、その株から花が出ない原因にもよるんですよね。何か栽培方法が間違っていて出ないのであれば、そこからランナーを取っても全然問題ないです。その栽培方法さえね、改善することができれば花が出るからです。で、そうではなくて、この株に何か遺伝的な異常が発生しているとか、何かしらのウイルスにたくさん感染していて、それが原因で花が出ないとしたら、その遺伝情報とかウイルスっていうのはランナーを介して苗にも伝わるので、そうするとダメだっていうことになるんですが、まあ、その見極めがね、ちょっと難しいなと思います。で、ただ原因として考えられるのって、まあ大体ね、なんか微妙な、個体差でちょっと元気に育ちすぎていたとか、まあ、もしくはね、やっぱりちょっと栽培条件的に良くなかった、肥料が多すぎたとか温度が高すぎたとか、そういったことの方が多いと思うので、基本的にはランナーを残して苗作りに使ってしまって問題ないと思います。で、遺伝的に何かしらおかしいことが起きているっていうのは、まあ、確率としてはかなり低いので、そんなにね、気にしなくても大丈夫です。で、ただ10株ぐらい育てていて、そのうちの8株はすごい花が出て元気に育っていて、2株だけなんか調子悪いっていう感じだったら、わざわざその調子が悪い2株から苗を作らなくていいので、こいつらはもうランナーを使わないようにして、この元気に収穫が出ている8株からランナーを取って苗を増やすのがおすすめです。ただ2株しか育ててなくて2株とも花が出てないとか、そういう場合だったら、まあ、これからランナーを取って苗を作ってもいいと思います。それから、よくいただく質問として、これから先5月とか6月に花が出てきますかっていう質問もいただきます。これについては、皆さんがお住まいの地域の気候によってかなり変わってきますので、日本を大きく3つに分けて説明をしていきたいと思います。まず1つ目はすごく暑い地域です。もう極端な話、沖縄とか、まあ九州とか西日本とか、まあ暑いなって言われている地域にお住まいの方です。で、この場合もうね、5月とかってかなり暑くなっていると思いますので、これから花が出てくるっていう可能性はかなり低めになります。
で、ただし年によったらなんか4月下旬ぐらいから今年はかなり涼しいなみたいな年もあると思います。雨が多い、曇りが多いみたいな年ですね。で、そういった場合には4月下旬ぐらいの涼しさが影響して5月下旬ぐらいになっても花が出てくるみたいなことも考えられます。それから早生の品種とか花が出やすい品種で、かつ肥料をちょっと抑え気味にしていたとか、そういった場合にはより出やすくなってきます。ただ例年通りの気候で肥料をしっかり与えていて和製品種ではないみたいな場合だと出ない可能性の方が高いです。ですので暑い地域にお住まいの方はもう花が出てくるのを期待して待つのはやめて苗作りを始めた方がいいかなと思います。次は関東ぐらいに住んでいる方向けです。まあだいたい日本の中心的な関東、名古屋とかね、中部みたいな、まあ普通の、気候の方という場合です。で、この場合もなかなか5月6月になってくると新しい花っていうのは出てきにくいです。で、ただこの5月中旬になっても私が、首都圏でね住んでいて庭で育てているイチゴから新しい花っていうのが出てきてます。ですので、まあ、5月中旬下旬でも出てくることはありますし、和製の品種とかだと6月になってから花が出るっていうこともねあります。数として多くはないんですが6月に花が出ることもねあるんですよ。そうすると収穫っていうのは6月下旬とかもしくは7月上旬とかそれぐらいの時期になります。なので必ず出るとは言わないんですが、まだ5月下旬ぐらいまでだったら新しい花が出てくる可能性があるので、まあ、そんなにね、諦めずに待った方がいいのかなと思います。で、ただ、ランナーをそのまま伸ばそうが切ろうがそのね花が出るのかどうかに直接影響するってことはないんですね。なのでもう早くランナーを作りたいっていう人はランナーを伸ばして苗作りを始めて、で、まあ花が出てくればラッキーぐらいの感じでもいいと思います。それから次は寒い地域にお住まいの方です。長野県の標高が高い地域とか東北とか北海道とかそういった方ですね。で、こういった方っていうのはもう逆にもう3月とかまだ全然収穫してないはずなんですよ。本当に寒い地域だったら4月でもまだ収穫全然してなくて、ようやく5月6月7月にイチゴの収穫ができるみたいな地域もあります。で、こういった地域の場合はもうこのね5月6月が花もう出てくる時期ですので、それに期待して育てていきましょう。ですのでまだねこの時期はランナーを伸ばして苗作りっていうのはもう全然考えなくて OK で、花とね実の収穫っていう風に集中して、まあ7月8月ぐらいになってからランナーを伸ばして苗作りを行うっていうのがいいと思います。はい、こんな感じでね日本って北海道から沖縄までかなり気候が違うんですよね。この5月の中旬ってもう沖縄暑いと思いますし、でも北海道ってまだまだ寒くて、場合によったら雪が降る地域もあったりとか、もう氷点下ぐらいまでの気候になる地域もあったりして、日本って小さい島国とか言われてるけど、まあ、ちょっと嘘だと思っていて、かなりね南北に長いので気候がすごく違くて、まあ、大体私この動画ではね、3月こういう作業をしましょうとか言ってるんですけど、それはあくまでも東京近辺の話であって、北海道だったら1ヶ月から2ヶ月ぐらい遅らせなきゃいけないし、沖縄とか九州だったら1ヶ月とか、まあ、2ヶ月ぐらいね早めなきゃいけないっていう感じで、実はお住まいの地域によってかなりやるべきことが変わってきますので、こちらのチャンネルでいろんな質問をしていただくのはもう全く問題ないんですが、質問をするときにどの地域にお住まいなのかはぜひ教えていただきたいなと思います。それによって私のアドバイスも大きく変わってくるんですよ。寒い地域に住んでる人と暑い地域に住んでる人だったらやっぱりやるべきことが変わってきますので、私はだいたいこの辺に住んでますみたいなことを教えていただけると嬉しいです。もちろんね個人情報ですので、なんか何県何市までは全然言わなくていいんですが、なんかだいたいこの辺りの地域に住んでますみたいなのを教えていただくと、あ、じゃあ気温がこれぐらいだから今はこれをやった方がいいなみたいな感じにより的確なアドバイスができると思います。
はい、というわけで今回は家庭菜園でイチゴを育てている人で、あーなんか花が出なかったんだけどなんでだろうとか、これから花を出すためにはどういうことをすればいいのかなみたいな感じに悩んでいる方向けの動画をお届けしました。まあ、こんな感じでこちらのチャンネルではイチゴに関していろんな動画をアップしていますので、ぜひ他の動画も見てみてください。再生リストというものでジャンルごとに動画を分けていますので、イチゴの育て方っていう再生リストを見ていただきますと、イチゴの育て方の動画をずらっと見ることができます。でトマトの育て方を見るとトマトの栽培の動画だけ見るっていうことができますので、ぜひ再生リストをご活用ください。では今回の動画が面白かった、役に立ったと思ったらぜひ高評価お願いします。質問や動画のリクエストがある人は下のコメント欄に書いてください。これからも農業や家庭菜園、観葉植物などいろいろな動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。では次の動画で会いましょう。ではまた。